はい、どうも皆さんこんにちは。私の名前はおーちゃんと言います。今空港ですね。これからあの飛行機で石垣島行きます。はいはいはい、着きましたよ。ここが今日の宿ですね。日差しが凶悪です。日焼け止め塗っとこう。何これ、マイさん、何すかこれ。これはね、魚取り用の罠なんですけども、中にフルーツを入れてイグアナをね、取りたいなと思いまして。バケツは何すか。バケツもなんか海外でやってるね、そういうトラップがあるらしくて。あ、なんかペットボトルトラップの巨大版みたいな感じですか。あ、そんな感じで、ここにフルーツいっぱい入れといたらイグアナの赤ちゃんが集まってきて落ちて出られなくなるというわけですね。予定です。イグアナの赤ちゃんが今出てますからね。過去3回ぐらい来てね、イグアナ取れてないんで、今回赤ちゃんでもいいから取らないといけない。イグアナの赤ちゃんを狙っていきます。仕掛けに行きますよ。人気のないところに仕掛けましょう。マイさん、それなんで開きっぱなんですか。安物なのでストッパーが最初からなくて戻らなくなっちゃいました。頭から見るとめっちゃ怪しいですよ。しょうがないですね、 YouTuber 不審者ですからね。周りから見たら、うん、今日のね、なんか石垣空港で騒いでるおもちゃんほどは不審者じゃないと思うんで。そうっすか。いやー、どうだろうな。ありはこっちの方がヤバいだろう絶対でっかいバケツ抱えてな、もんどりを肩にかけてる怪しいおじさんですよ。マイさん、この巨木に仕掛けましょう。このパイナップルを、バナーナ得意してねえか別に何してんすか。念を込めてるんですよ。これめっちゃ大事。マイさん、はい、どうしたんすか。いや、もうベタベタで、バナナの汁がもう手にベタベタなんで、ここにつけてて。いい念の込め方がありますよ。土を持って、はい、ってやるんですよ。これで完璧です。靴脱いだ。大丈夫ですか、気をつけて。はい、バケツを、もういい感じですね。このように地上から2メートルちょいのところにバケツを設置しました。上から魚が降りてきたら、このバケツに餌があるのが目に入って、バケツの中へ落ちちゃって出られなくなって、我々に回収されてしまうと、そういうわけですね。半ズボンはダメよお前。最終はね、絶対長袖長ズボン、半袖短パンもありえないから。ダメだよ、半もうサンダルはありえない。ここはね、もう沖縄なんか毒蛇だっているんだからさ。地面にもトラップを設置しました。ネットの中にフルーツを入れることによって、カニとかカメとかに邪魔されにくくなります。こうカニもいるし、エマルハコガメいるんですよね。あとヤシガニね。大丈夫ですかマイさん、ヤシガニこれ破壊されないですか。されるヤシガニに破壊されないことを祈りましょう。めっちゃ安定していいんじゃないですか、ね、いっぱい枝分かれしてるところに仕掛けると、いろんなとこから降りてきますよね。そう上の方なんかツルみたいなのが結構茂ってるんで、朝方日向ぼっこしてそうじゃないですか。確かに。で降りてきてそこに入ると、残りのフルーツ全部入れちゃいましょう。大盤振る舞いや。ここに来たイグアナ当たり。ジャストピットっすね。めっちゃいい場所。バケツを置くためにできた場所だ。栄養の幅違いについてますね。どけ。あ、あんなくどこに誰かバケツが置いとる。こんなとこにバケツ置いてくやつ多いんや。信じられへん。探してますねワニさん。多分イカの骨を探してますね。明日に備えてドローンのバッテリーを充電しておきます。じゃあおやすみ。今からイグアナ探しに行きますわ。ビーチに行きましょう、ね、よっしゃ撮るぞ。やりましょう。このドローンで今から探していきます。イグアナじゃねえのかな。行く側から追い立てましょう。なんだな、ゴミやがな。行ってこい。いる形跡はないな。ズームしてみてもいまへん。適当に樹冠を探していきましょう。ねえなあ、これずっと見てると頭おかしなるでマジで。岩場の先端の方でイグアナがよく日向ぼっこしてるっていう情報があるんですけど、おらんかいや。おらんか。イグルさん、やば、折れちゃったの。うわ、ほんとや。めちゃめちゃでかい木登りとかけど同じぐらいやん。これはすごいぞ、さすがイグルさん。ちょっと噛まれてみましょうか。まだなんか噛まないっすか。全然噛まない。そんなに体温上がってないのか、全然追いつけましたね。わ、完全に今年生まれだね。どんな感じでいたの。やっぱ歩こうとしてしたら、なんか10匹ぐらいの横をなんか動いてく影があったんで、チッて追いついてました。あー、かわいいでちゅね。4回目ぐらいにしてようやく悩みました。ビビーですけども、グリーンがめっちゃ鮮やかで綺麗ですね。可愛いでちゅ。これが石垣島に定着してるグリーンイグアナのペケちゃんですよ。ペケちゃん、この森の中にベビタンがいるかもしれないので、今から歩きながら探していきます。ちなみに、はい、ここが一番目撃例の多い場所です。マジっすか。この辺の木にペケちゃんがついてる可能性があるってことですね。水が、水場が、ここオオウナギおるんちゃうの。洗い越しになってて下に水が流れ落ちていってますね。あー、これオオウナギおるな確実に。あ、このコンクリの割れ目の下に絶対おるわ。
バーブおらんかよ。オージョログモだ。オージョロも手でいったろ。うい。あ、でかい。奥にもおるやん。あ、この大きい子にしよう。じゃあお前は解放だ。めっちゃおるやんここ。こらこらこら。血逃げるんじゃない。よっしゃ。はい、捕まえました。でかい。危ない。これ噛まれたらめちゃくちゃ痛そう。オージョログモゲットしました。これは家で持ち帰って買いましょう。これから探し回ったんですけども、イグアナの影は確認できませんでしたね。時間帯なのかな。もうこれでイグアナ見れたんでね。今回はもう勝ち確ですわ。仮眠を取って、なくなったら寝てるイグアナ探してみましょうか。今朝めっちゃ起きるのなくて、もう寝不足なんで、もう寝ます。その間にドローンを充電しておきますね。あー疲れた。おやすみ。うわぁ、やっぱ仮眠大事やわ。いや、いい夕方になって海岸まで来ましたよ。あー涼しいな、夕方は。まあ朝あんだけ暑かったのに。グアナおるかいな。あそこにトラップがある。これが昨日仕掛けたバケツトラップですね。うわ、なんかコオロギ、ゴキブリ？ワモンゴキブリですね。はい、ゴキブリがトラップに来ております。どうすか？会いますか？アリだけっすね。大量のアリが入っております。あんは。表に仕掛けたトラップはどうでしょうか？バナナ腐ってんな。特に何も入っとらんすね。ゴキブリ集まっとる。あ、ほんとや。ワモンゴキブリだ。ゴキブリがトラップに来とる。グアナ入ってない。こっちのバケツトラップはどうかな。大量のアリですね。アリしか入ってないかな。入ってないですね。ゴキブリだけ。どうですか？だけ。何者かによってトラップが破壊されてます。中身がやられてるか、イノシシかな。イグアナの赤ちゃんは夜は枝先とか葉っぱの上とかで、ねんねしてると思うんですけれども、見当たりませんね。イグアナっすか？あ、そうか、コウモリか。コウモリ、大コウモリですか？紛らわしい。青ガエルおるやん。イグアナも案内路しとんのかな。青ガエルかわいいな。デカサキシママダラがいました。ヘビいるってことは、もしかしてイグアナをベビー狙ってるってことですか、こいつら。はい、木登りトカゲです。紛らわしいな、イグアナでしょこれ。いや、木登りトカゲですよ。もうねんねしてますよ。あ、起きた。ごめんね、起こしちゃったね。やだね。かわいいでちゅ。取れたんすか？取っちゃいましたよ。マジで。お、ほんとや、かわいい。ドベビーでしょ。イグルが捕まえてるってちっちゃい。なんかパンパン。草の上で寝てた。こんなんいけるで、俺全然痛くない、ほんまに。マジっすか？なんでこらん。あ、ほんとっすね。木登りトカゲより弱くないですか？弱い、弱いです。あ、3匹おる、3匹おる。ねんねちてまっちゅ。2人で捕まえますか？落として、ギャーンって落として。だから、あの2人が回ります。あ、う、逃げる。いけ、よし、あ、いた、やった、よっしゃ、行きました、やった。あと1匹どこ行った？逃げましたか？あ、落ちた。あ、早い、マジで。行きました、ナイス。え、やば、やば、こんなにいたの？群れでおったっす。やば、何あの量。何匹取ったの？5匹取りました。脱水症状になったやつが。あ、水を求めてるんすね。かわいい、すごい、かわよ、おるやん。じゃあ、あれを捕まえますか。行きます。はい、あ、プニプニ、かわいいでちゅ。さん、これがグアナのペッちゃんですよ。キッチャン。あんまり叫ぶと近所迷惑なんで叫びませんけども。かわいい。今回の最終で9匹目、9匹目っすね。ですね。あと1匹で2桁っすよ。行きたいっすね、2桁。おったおった、見つけた。あれ、イグアナちゃんっすね。ワインさん、手届きますか？いけ、よっしゃ、ナイス、知った。これで10匹っすよ、ワインさん。やりましたね。あ、気づいた。枝の上の子が気づいた。ワインさん、網を、はい、下で構えとくんで、行ってください、もう。よし、ゲット。来ました。よっしゃ、取りました。これで12匹ですね。リズムカデがアリに襲われてます。もうこれ、ギサン回っとるな。つからんね、この子は。ビビにしてはだいぶ大きいっすね、あのサイズは。ちょっと逃げにかかってますね。さんが網を持って回り込みます。あら、逃げにかかっとるな。いけるか。あ、いける。あれ、いけ、よっしゃ、やった、アイス。色綺麗ですね、この子。模様入ってないですね。中パンパンで。あ、よし、ゲット。ワインさんもう1匹捕まえた。これでもう14匹目か。お疲れです。あー、マジで取れてよかった。ベビーがいっぱい取れたんで、明日はでかいのに専念しましょう。シャワー浴びて寝ます。おやすみなさい。今日はでかいの狙いに行きますよ。おはようございます、ワインさん。今日はやれますか？やれますよ。眠いっすか？眠いっす。この T シャツかっこいいっすね。あ、これかっこいいでしょ。どうしたんすか、それ？有名なブランドなんですよ、これ。これはやばい。販売サイトに貼っとこうと調べて。今回はもうこのドローンだけにしよう。エルイからどってんぞ。今日は取れる確率何パーぐらいですか？ 100%。 でかいイグアナをイグアナをしばき倒す。2メータークラスを。アイさん、ずっとエルイ言っとる。大丈夫っすか、あの人。眩しい。エルイ、すごい、めっちゃ火が照っとる。エルイ、日差しがきつい。エルイ、
とりあえず船の方見に行ってみましょう。船の上にはいませんね。では続いてこちらの岩場の方どうかな。岩場の方で休んでねえかな。では続いて樹冠の上を見ていきましょう。こんな感じで森の木の上で日向ぼっこをしているイグアナを探しております。ドローン飛ばしたけどイグアナがいません。多分気温が高いんでこういう木漏れ日とかで日光浴してると思うんですよ。上まで登ってきてないんでしょうね。イグアナになりきってみた結果木漏れ日で十分だという結論に達しましたので、夏はね木の見つけるの難しいっすわ。なんか怪しいおじさんがでかいバケツを海で洗ってますね。今マサ兄さんがパラグライダーで飛びながらイグアナを探してます。あの辺あそこのね岬のところイグアナがいるって言ってたんで、マサ兄さんあそこから見回るつもりですね。あの人これにいっぱいいるんですよ。ああ、そうですか。本気でアダルト狙おうと思ったら中間は最低でもいるんじゃないですか。夏はベビーですか。やっぱり夏はねベビーですね。うわー、14匹取れました。ヒカちゃんは大量に取れますね。本当に繁殖してるんですね。いやー、いやー、ちょっと臭い。見てください、雨見開いてます。びっくりして待ち、怯えて待ちね。やりましたよ、ついにイグアナ捕まえました。体感で5メーターぐらいのやつ。ほら、あ、重たい重たい。あ、もうこれ以上持ってられへん。うん、はあ、重いでちゅ、かわいいでちゅ。戦いやったわ。でかいのは作って引っ込んでて見つからなかったんですけども、ビビちゃんは夜探したら結構見つかりましたね。水を求めてんのか知らないですけど、やたら川の近くにいました。多分喉が渇いてるんですね、暑くて雨が降らなくて。水を求めて水場の近くにレがいるんでしょう。コツつかんだらこれ結構取れますね。もうちょっと早めの時期に来たらちょっとちっちゃいのがもっといっぱい固まってるんで大乱獲できますね。この子は持ち帰りません。このサイズだと可愛いんですけども、これがねすぐ1メートルとかになっちゃうんで、そうなるともうエレーンで、今回はこれの100倍ぐらいのどでっかいのをみんなで狙いますね。また石垣島来ますよ。今回はビちゃんが取れたんで満足して帰ります。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイでちゅ。